アマゾンスタジオはアマゾンの子会社であるアメリカのテレビ、映画制作、配給会社。テレビシリーズの開発と映画の配給、制作を専門に行っており、2010年に設立された。コンテンツは映画館やネットフリックスやフールなどが競合するアマゾンのデジタルビデオストリーミングサービス、アマゾンプライムビデオを通じて配信される。テレビと映画の脚本はオンライン応募を通じて、 アマゾンに提出される。それらは、クラウドソーシングで、他の読者たちかアマゾンのスタッフのどちらかまたはその、両方からレビューと評価がなされる。応募された脚本には、他人が修正するのを許可するオプションをつけているものがある可能性がある。加えて、プロの脚本家向けに、別のルールとともに、別の応募方法がある。アマゾンは応募された脚本を選ぶのに45日間の、 猶予を持っている。仮に計画が制作に採用されたら脚本家は1万ドルを受け取る。もし作り込まれた脚本が、フル予算の映画の脚本として採用された場合、脚本家は20万ドルを受け取る。そしてもしフル予算のシリーズとして採用される場合、クリエイターは5万5000ドルに加え、玩具や T シャツのライセンシングからの Amazon の賞味収入の5%までの期待のほか ロイヤリティなどや、ボーナスも受け取れる。2008年にアマゾンは映画制作事業に進出し、ザ・ストール・チャイルドを20世紀フォックスと共に制作した。2015年7月、アマゾンはスパイクリーの新作映画、シャイラクを買い取り、最初のアマゾンオリジナル映画とした。アマゾンスタジオは2012年時点で1万以上の 脚本や2013年3月時点で2700ものテレビプロットを受け取った。2013年3月時点で23の映画と26のテレビ番組が制作中である。2016年の後期に映画部門をプライムムービーズに再編した。2015年アマゾンスタジオによって制作された最初の番組トランスペアレントがメジャーな賞を獲得し、初めて ストリーミングメディアのサービスによって制作された作品がゴールデングローブ賞のテレビドラマ部門作品賞を受賞した。2017年にアマゾンスタジオはアカデミー賞をマンチェスター・バイ・ザ・シーとセールスマンで受賞し、ストリーミングメディアとしては初めて同賞を受賞した。セールスマンはアカデミー外国語映画賞にノミネートされ受賞し、マンチェスター・バイ・ザ・シーはアカデミー賞の6部門に、 ノミネートされ、主演団優勝と、脚本賞の2部門で受賞した。アマゾンスタジオは最初で、唯一の漫画本シリーズ、ブラックバーンバロー2012年に、無料ダウンロードとして公開した。漫画にはコミックを映画化する価値があるかどうか、決めるためにフィードバックをアマゾンが収集する調査が、含まれていた。アマゾンスタジオが、全世界での配給権を得た作品を示す。一部国、 地域でのみ配給権を得た作品は Amazon が配信するオリジナル番組のリスト独占配信映画に示す。ありがとうございます。